打ち上げました。サーベルの打球です。胸がファウルゾーンでちょっと戻ってきましたが掴んでいます。浅間サードファウルフライングを待ってバンダムと三塁線フェアです。一塁送球ワード出しでムーンとどうだ間に合いませんか。胸のファインプレー。いやー今のはスーパープレーでしたね。今もうライン際ギリギリフェアで石川は今ヒットで打ったかというシーンでしたが胸の守備でした。ランナーがスタートを切ってきましたがセカンド463はダブルプレー。ファーストフェアです。セカンド送球これは間に合いません。セーフです。今ファーストナイスプレーでしたね。ファーストマッカーシーのプレーでした。よく取っています。噂から163と渡るツインキラーダブルプレー。噂沢がダブルプレーを取ってツーアウト目を取っています。ここ落ち着いていました。あ今ね宗選手もいいバッティングしたんですけど噂沢選手反応良かったですね、はい。セカンド石井の守備一塁送球間に合っています。スリーアウトでリードを守っています。東北楽天ゴールデンイーグルス4位がズバルトマリンス。さあ3塁送って一塁も一塁はどうか。一塁はセーフでした。ファースト佐藤がうまく前に出てきました。いやー今シーズンはこういうシーン多いですね。そうですね、本当に今のプレーもそうですけども、はい、やはりこう思い切ったチャージファーストのチャージってインコースへ行くショート小川うまく取って二塁へ。そして一塁は投げられません。よく防ぎました。さあこれで2アウトランナー3塁1塁です。先頭はマリーンズ今日スタメンの小川隆盛逆方向しかし俊足一歩目の速さ好プレー辰巳です。センターの辰巳が掴んでワンアウト。いやー清水さんいいバッティングだったんですかね。バッティングですね。こういうのがこう間をマリーンズの流れだとポンと間抜けていくんですけど少しずつ、はい、あと打球が当たった。大丈夫でしょうか。どこでしょうね。左手でしょうかね。グラブが落ちました。大丈夫大丈夫。あグラブ出すというジェスチャーでしょうかね。かなり強い当たりでした。ドキッとしましたね。あそうですね、はい。